ゴンドウ生計ゴンドウ生計、1868年4月13日から1937年7月9日は、日本の農本主義思想家、制度学者、本名は全太郎、郷は、政計、ママ同人、ママ子など、明治政府の絶対国家主義や、漢字主義、資本主義、都会主義を批判し、農村を基盤とした古代中国の、社食型封建制を理想として、 共済共存の共同体としての社食国家の実現と、農民、人民の自治を呼び、東洋固有の原始自治を唱えた。権藤家は代々範囲で、曹祖父は権藤久佐氏たち、祖父は権藤野辺ささぎであった。祖父の権藤りょ良は、北の広瀬丹僧、畜後の笠忠氏と共に、畜後の三秀才と呼ばれ、樹社、亀南名の門下生であり、 天保13年に、花岡聖衆に意を学んだ。権藤信部の門下生に高ー山座マザスクリア家を、羊とする、クリア順夫がいる。父の権藤忠氏は、金納刀の領収である、池尻くず丹に学び、牧田持信、木村赤松が同窓であった。権藤忠氏は、品川矢次郎、高山彦九郎、平野国臣とも信仰があり、高山彦九郎は、 ゴン家の親族の家で自決している。明治4年、大楽玄太郎らによる、明治政府添付組水事件の二強事件が起こり、久留米金納党のメンバーも事件に参加した。計画は、山形有友ら政府に発覚し、大楽らは処刑され、久留米藩主有馬伊美奈は、謹慎を受け、東京の久留米藩邸は接収された。事件に関わった、松村雄之進は服役後、 旧久留米藩士を率いて、福島で開拓事業を行った。権道家の科学は、東洋古制度学であり、古代、中国や日本の制度や律令、また、夕食古実を研究するものであった。明治元年、国学者、範囲である、権藤昌門の長男として、福岡県三井郡山川村に生まれる。弟の権藤真には、後に、東京日日新聞、 二十六神宝の新聞記者となり、日本電報通信社の創立に関与した。末妹の聖子は、平塚雷長と積蘭会を設立した。1874年、六歳の時に善太郎は、父親に連れられて大阪に行き、鉄地で商いを習い、その後に小学者で漢学を学んだ。14歳で家にあった漢石のほとんどを読破し、振動の誉れが高かった。 ゴン家は、代々範囲であったが、蝶鶴に従って、もう一方の科学である国学に精進し、学者を歴訪し、また、阿蘇神社に伝わる、古文書を少了した。1886年、中国に旅行する。1890年頃より、父のゴン忠のところに、武田の之から1911年らが訪れるようになり、日韓問題に興味を持つようになる。 武田は、翌明治24年より朝鮮にわたる。武田と共に、津島で、漁業事業をしたが失敗する。1892年、善太郎は24歳で結婚した。この頃、父の近藤正が、久留米青年議会を結成し、福岡派、熊本派と並んで久留米派と呼ばれた。明治28年、妻子を残して家出し、長崎の春徳寺で独学を続けた。 武田のりは、朝鮮の東学党と信仰を結び、内田良平らと天ャンを組織する。明治26年には、樽井東吉が大東合法論を刊行し日朝大東の合法を解いて、武田や内田良平や、権藤らに影響を与えた。武田は、その後、明治28年10月8日の貧費暗殺事件に関わった県議で逮捕されるが、証拠不十分で不起訴。 長崎で武田則之に金銭的な支援をした。1900年、上京し、同志と共に公民一政会や成明学園を起こし、日本の制度、天礼の学を研究しながら、1902年に内田良平らの国流会に参加し、退路改戦日韓合法論を主張した。弟の権藤信治も宮崎来場と共に国流会に参加している。 国流会での活動を通じて、李広四宮や高校、総教人、孫文らとアジア革命のために連携し、交流した。明治37、李王倉一新会や国流会は、日韓合法後、満州に移住し、王高来国、大鳥の国を作るという計画を立て、高校、孫文、宮崎東天、松永安左衛門、高位、両慶長、犬飼い武氏、 柏シワバラ文太郎らも賛同した。ただし、この建国構想では土着民による自治と共和を理想としたものであり、現地民排斥による日本人移民の計画ではなかったことに注意すべきである。ゼン太郎は国流会メンバーとして、朝鮮、中国、ロシアなどを訪ねた。中国、上海にいた頃、革命が勃発すると在中日本人同士と共に、 革命指導者の一員として参加した。1908年中国人向けの漢文雑誌、東和月報を発行した。1910年には韓国併合が成立したことで、利用倉一新会は解散させられ、日韓合法も満州での大鳥の国計画も挫折し、武田則りらは失意のうちに1911年に亡くなり、今度も挫折感を味わう。対象3年。 麻生飯倉方町の南青い文庫で、中江町民、飯塚西子、小沢田行、樽井東吉、大井健太郎、大江拓、内田良平、山口壇上らと共に会合を持つ。その後、会合は、三川亀太郎の老僧会、ついで、大川周明、北一期を交えてなお、有りかとも交流していく。1915年には、立花の幸三郎が、 兄弟村農場を開き、1918年から武者の工事サネやツが新しき村などの共同体運動が展開された。1917年のロシア革命を契機に、近藤は活動を再開する。大正7年、三川亀太郎が老僧会を結成し、交流する。大正9年3月、53歳になっていた近藤政権は諸女作、 公民自治本義を発表した。同書では、社職を胸とする我が家学の一般を提示するとされた。同年、自治学会を設立した。1922年には、蘇我氏打倒計画を立て、大化の改新に影響を与えた、水淵昭案を理想として、水淵章を発表。この著作は、学者からは目殺されたが、北一期の日本改造法案ともに、昭和維新に、 多大な影響を与えた。1923年の関東大震災で大杉久志が殺害された事件について内田良平と衝突した。その後、柴田徳次郎が創設した国士館で国士を抗議した。1926年、その発見によるという宮淵書の内容を中心にして前編を加え、公民自治本議を解体して自治民派を発表。 1927年、安岡マサツが設立した近畿学院で、制度学の講義を受け持つ。1928年には、山形第二著、流古新論の訓約を発表。1929年に、麻布台から代々木上原に引っ越しをし、定大七聖者の四本吉隆が下宿したり、また立花の高三郎の紹介で、日蓮主義者の井上日章や、後に、 決命団事件に参加するミトの学生らが出入りした。また、海軍革新派で5.15事件の実質的指導者であった藤井人氏も近藤政権の自治民派も絶賛していた。1929年秋のアメリカ合衆国から始まる世界恐慌の波は日本でも深刻なものとなり、1930年から翌年にかけて昭和恐慌となり、 農村の窮防も問題視された。昭和6年8月、近藤と立花の幸三郎は初対面したが、立花は以前より近藤を著作を通じて尊敬していた。同年11月、近藤は平凡社社長で、農民自治会の下中や三郎、農民協議会の長野明、法政大学の小野竹夫、作家の武者の幸二さねつや、近藤公、 愛嬌塾の立花のブローらと農本主義者の共同戦線、日本村地派同盟が結成される。日本村地派同盟では、半年、半資本主義、半近代が共通認識であったが、立花の座三郎と長野明は、翌1932年2月に脱会し、雑誌、農本連盟を創刊する。近藤は1931年に、日本農政、師団、 1932年に、軍民とも、おさむろん、日本新最強均衡、農村自給論などを立て続きに発表した。1932年2月9日、井上日章の指令で、井上淳之助が、3月5日には、三井財閥の団宅間が射殺される、決命団事件が起こる。1932年3月、静岡で、農村青年とも働き学校を開いていた。 岡本利吉が主導して、犬田茂、トルストイ主義者で農本共働き塾の加藤和夫、長野明、立花の幸三郎、水保証者を創設した和合、常尾、農民運動家の中沢弁治郎らと共に、今度は農本連盟を発足するが、短期で分裂する。分裂後の同年4月、今度を古門とし、長野明、立花の幸三郎、和合、常を、稲村隆一、 宮古市新一らが、実地の農民協議会を結成する。実地の農民協議会の考慮は、政治的には、我が車両対等稿同時治を確立す経済的には、我が共存互い済みの原則により、脳を本と心食住物資の充足に、務む無教育は、人の性能を、古式用するをもって、目的とす外交は、日が共和の趣旨を重んじゅう無疎通をもって、目的とすといったもので、 ゴンの思想が濃厚に反映されたものだった。実地の農民協議会は、その後、農家負債3年末置き、補助金、万物移住費補助の参加条を掲げた、請願運動を開始する。1932年は、自治的農本主義運動の最盛期であったとされ、政府も農産漁村経済構成運動を始めている。同1932年5月15日、 海軍の小垣義や、決命団残党によって、犬飼い武史首相らが射殺される5.15事件が発生する。権道はこれらの昭和維新に思想的影響を及ぼしたという権威で投獄されたが、無関係が明らかになり釈放された。1932年10月の新州での座談会では旧これに置かれた新州の農民や商工業者が、 軍部に期待をかけるのに対して、今度は軍部による革命を否定すると同時に、請求、安易な社会改造でなく、堅実な社情実への復帰を説いた。1932年6月には、実地の農民協議会の参加上請願運動は3万2000の署名を集め、衆議院を通過、6月13日には、声優会の農村夫妻整理を含む、声優会協議案が可決した。 昭和維新後、今藤は、目黒中根町で、塾、成明学園を、1935年10月には、制度研究会を発足させ、また松沢保もつわによって、雑誌、制度の研究が発刊した、マイナス1937年1月。下中や三郎、犬田茂、る、武者の孔子さねあず、立花の孔三郎らの日本村児同盟。 実地の民協議会が後押ししたとされる。1934年、権藤は、制度学雑誌を、創刊、制度学研究会を発足させ、帰還し、制度と研究も出した。翌年は2.26事件が勃発、時代は、国体名調運動へと大きく迷走していった。権藤はまた、日中海戦を批判した。1937年7月9日、没。権藤は、 村落共同体一般や同時代の農村をそのまま肯定したわけではなく、自治機能を持った貢権力に抵抗し得た中世の豪村を理想としていた。社食の社とは地を神とするゆえんの道であり大地を意味し、木微とは五国の阿泡を意味し、食物を意味する。あるいは社食とは社会と同じ意味ともゴンドは言う。ゴンドは土ありて ジルアと民人あり、民人ありて、ジルアと勲長ありと政治の実態は君主でなく、民人と述べる。さらに、バンバン用のアッ、ゴンドウは、明治反発政府のプロシア式の国家主義を排撃し、社職を離れたる国は、必ず御子とお乗れ、北の国にして、その民衆は、権力者の奴隷となるとし、明治以来の日本の国家主義は、人の、 ゴズバトウバッコの地獄図というジャック肉教職や、欧州式の私有財産制度を強引に採用した結果、一国の主力たるべき農民は、草のニコシカのごとき、租税製造機として取り扱われているとして、すべての生民が和芯を収むむつみをもって、相互扶助し、一人単独に満足するよりも、一家より151ユーともに楽しむことをより好む、ことで、 国民共存の大義が展開されると論じた。このような社食実論は、農業立国論や船舶な藩都会、藩商交関念とは異なり、近道はそれらを批判していた。また近道政経は、来期礼運編にある大道の思想を理想とした。来期では、大道の行われるや、天下を公やけとなし、賢者と農者を選び、真偽と和心を思んず、 故に人は、我が親の身を親とせず、我が子の身を子とせず、老人をして、天寿をまとうせしめ、想定をして、職をもたしめ、幼児をして、養育を受けしめ、家父、孤児、排出者、よるべなき者をして皆養護を受けしむ。男には分あり、女には、気あり。在家の地に捨てられるを憎めども、己の一心に蓄えんとはせず、力を振るわざるを憎むも、 この霊一心のために戦闘はせず、この故に陰謀はやみて起こらず、窃盗乱続も起こることなし。故に門戸を閉じず、これを大道というと説かれ、このような大道の世に対して、将校の世では、私的価値が追求されるために戦乱が起こると、対比される。このような大道の思想は、春秋供養学派、皇位の大道三世説で発展された。権道の大道論には、 行為の影響もあった。権道はまた、大化の改新に影響を与えた、水淵昌安の思想にも大同説があると解釈した。権道は、日本主義者から制度学は古代中国の学問であり、天皇をいただく、日本国体に合わないと批判された。決命団事件の尾沼忠氏は、後半定において、権道の学力は、シナの学問で、横の対立的の思想だと批判し、 また、津久井達夫も、我々が、ゴンドウ氏の小説において、最も不満に耐えぬのは、我が国史を非常に歪曲して解釈し、かつ、我々が、国体の成果として信念しているところのものを、抹消せんと、意識されているがごとく見ゆる点であると批判した。津久井や林君よら国家社会主義者は、ゴンドウの無政府主義的傾向も批判していた。大川周明も、 ゴンが大化の改新を理想したのに対して、大化の改新は喫化人の儒者、水淵昌安の儒教思想の産物であり、天智天皇の君民とも、治の制度も、純子たるシナリオにして、我が国では空前絶後であると批判した。ゴンは、こうした批判に対して1932年に、文芸春秋社から刊行した君民とも、 オサムロンに収録した1919 19年11月10日の対談で応用といい適用というおつと人もぎといい模倣ということとはその根本趣旨が別々であるとして政務庁自治見立ち性より王子の差での和に博士の昇格による姿勢には習慣の制度も応用されたが模倣ではなく反伝性も等の制度を応用したものであり模倣ではないと論じた 昭和11年6月9日、低心省による電力国家管理法案が発表された。1937年1月に、近藤はファッション的統制案として批判した。同案は、日中戦争の激化に伴い1938年4月に電力管理法として実現する。近藤は、国家社会主義なるものは、学理上から言えば、我が輩、 社職を人民相互の共同契約のもとに構成された共同体とするゴンドの思想にはジャン・ジャックル・ソーの社会契約論やまたトーマス・ペインの自然に提訴された社会に対して政府は作為の表彰であるとする思想との相似も指摘されている。山川人氏はゴンドの思想の革新を最も素朴な形のアナキズムとし、土田共存はゴンドのアナキズムを大動説と 労働思想に求めている。松本健一は安藤昭液との類似を指摘している。制度の研究初集論文、編集ありがとうございます。